ついにアップデートがあったぞー。イエーイ。その一週間後、またアップデートがあったぞー。イエーイ。ということでまた新しいポケモンが追加されました。もう毎週アップデなんて来たら私嬉しすぎて昇天しちゃうぜ。喜びすぎにはご注意ください。ということで今回のアップデ内容、まずインテレオンの色違いが追加されました。前回のアップデではインテレオンだけ色違いが実装されてなかったんですよね。これで晴れてガラルゴ3家の色違い全員が揃ったってわけだ。ピンク色のヒレとマントを身につけているようです。さあ今回の主役に登場してもらいましょう。ウールーちゃんです。今回のアップデで追加されたガラル地方の新規ポケモンですね。マイクラの羊と違ってもふもふとした羊ポケモンですね。ちなみに羊毛は取れません。ウールーは剣盾の初期の時から何度か見かけるポケモンなので、知っている方は多いんじゃないですかね。あ、そして注目すべきはこの移動方法。そう、ピクセルモンのウールー。転がりながら移動するんです。見てこの愛らしい姿。ウールーを仲間にするとこうやって転がりながらついてきます。はい、もう癒しでしかない。こうやってウールーを転がす経験がある人は結構いそうですけどね。しかしついてくるウールーは経験した人あんまりいないんじゃないか？ということでピクセルモンだとウールーは転がってついてきます。ウールー好きにはたまらないですね。色違いのウールーがこちら。顔が白くなって、毛が黒くなりました。通常色と色が反転した感じだね。もちろん転がります。白色主体の通常色か、黒色主体の色違い、皆さんはどっちが好きかな？それか今回の動画を見て興味がなかった人もウールーが好きになっちゃうかな？え？これだとまだ興味が湧かないって？わかりました。それじゃあ今度はたくさんのウールーを転がしてみましょう。しかも白黒で混ぜるんですね、オセロみたい。我先にと他のウールーたちを踏みながら私についてきてる。大丈夫、私はみんなのものだから。完全にこの状況に酔いしれてますね。大きい色違いのウールーがずっと先頭にいるからなかなか白いウールーが出てこない。と思ったらちっちゃいウールーが隙をついてきた。白熱しておりますウールーレース。ちょっとワンシーン止めてみようか。いいところで止めてくださいよ。はい、ここ。ウールー4体が今からでんぐり返しをしそうなところですね。なお後ろに2人隠されている模様。次に試してみたいのは、ウールーを1列で転がす。私の動き方次第では、ウールーが綺麗に1列になってついてくるんですよ。やってみますね。おお、早速1列になりました。はい、ウールー4列の完成です。あ、戦闘入れ替わった。定期的に戦闘を変えていくコンビネーション付きですね。これぞまさしく、大レイツである。大レイツって癒しだったんですね。すごい、前列後列で色が分かれてる。ああ、戦闘のウールーが脱線しちゃった、戻ってきて、すぐ戻ってくるじゃん。結構前に玉ざらしでもこういうことやったけど、また新しくこの技ができるポケモンが来てくれました。ということで癒し系ポケモンのウールーをどうぞよろしくお願いします。あ、そうそう、ちなみにウールー、乗れます。ウールーに乗ったポケモントレーナーはなかなかいないでしょうね。ちなみに乗りながらでもウールーは転がりながら移動します。その中一切バランスを崩さない圧倒的体感を褒めてください。わあ、すごい。もちろんバイウールーにも進化します。さすがにバイウールーは転がらないけどね。バイウールーの色違いも通常色を反転したような感じだね。いや、二人とも距離が近い近い。ということで今回は癒しのウールーちゃんが来てくれました。次はどんなポケモンを希望ですか？ダイマックスで。